今回諸君の日頃の労をねぎらうためにささやかではあるが一泊二日の社員旅行を企画した。バカな。この旅行を通じて我がチームの信仰がより深まることで、ひいてはそれが本プロジェクトのさらなる発展と成功につながる一因となれば何よりである。一条、なんだよこれ。不測の事態、意味不明な展開ってやつと。まあこのような堅苦しい目的があるにはあるが、手元の冊子、旅のしおりの3ページに注目。余興、余興、終始余興、とどのつまりレジャー。この2日間は仕事を忘れて気兼ねなく大いに羽を伸ばしてほしい。やったー。バカ。青い空、高原の大自然が織りなす圧倒的パノラマ。そこにそびえ立つ悪魔たちの保養施設、その名もオクチョーサウ。しかも貸し切り遊び放題だ。トレガワ、紹介してくださいよ、ギャンブル。この後に及んでこいつまだ抜かすか。すまんが、ここに番内、車を出せば一応数十分で。黙って今すぐ車と金を出せ。一条、俺何でもやりますから、紹介してくださいよ、ギャンブル。黙れ黙れ黙れ。いるか全員。なんだよ俺は。いない者は挙手。どれがは。そうか、ならば始めよう。店で食べれば100グラム数万円はくだらない最高級神戸牛、これ食べ放題の圧倒的バーベキュー。トレガワ、タバコ、ポテチ、缶コーヒー、焼き鳥、ビールも。何を言っとるんだお前は。よいよい、買ってこい。これで好きなだけ。優しいおじさん。豊かなる大自然、それを冒涜するがごとき欲望の渦、酒、そして肉。始まる利根川式酒池肉林の宴。利根川、これどうすんの。なあ、そこの隣に並べてもらえるか。黙れ利根川先生。なあ、火種にするからしっかりねじって炭の間に入れてくれるか。わかりました。すまんが、手が空いていたらコンロ用の鉄板を持ってきてくれんか。今すぐ死ね。よし、いい火加減になってきたぞ。さすがは帝愛幹部、いや帝愛ナンバー2と呼ばれるお方だ。俺がはどういうことだこれ。全部か。まあどちらかというと。火を見とれ、わしは代わりのものを探す。一条、トレガワ、ゴロソナイク、アフケ。なんだよ、俺。つくづくわからぬものだ。世の中はあるものだ。探せば、どんなものでも。なに、バカな。なんだよ、これ。知らん、知らんが、どう見てもこれは特大焼肉プレート。しかも新品。ああ、ありがてえ。よし、行くぞ。記念すべき新品プレート第一等、わしから。ウィフー。あ、お前らも行け、遠慮なく。ハハハ、悪いなみんな。最高。圧倒的火力、見事な焼き目、この鉄板との出会い、まさに典型。そろそろやってもらおうかの。スタートだ、焼き土下座。兵道様。一条、行ってくれガブッと。さあどうした。俺、遠慮するな。遠慮なく。初めてやったが思ったより気持ちがいいな。未来は僕らの手の中。わしのおごりだ、カイジ君の初給料のお祝いさ。キンキンに冷えてやがる。ありがてえ。